か一時停止にしてシャンプーやればいいんだ。あれこれ、あ、でも過ぎていっちゃうんだ。あと何分、積んでたかな。そんなの積んでる。そんなの持ち歩いてる人いる？普通。やっちゃえ伊藤和恵チャンネル。今日はですね、オートバックス篠ノ目店さん A ピット。オートバックス市の飲めてです。来てます。なんか相当品数が多いですね。でも私に必要なのは洗車グッズだけなんですけど、早速それを探してみたいと思います。あとシーマにちょっとあったらいいなと思うようなものがあれば、それもちょっと購入してみたいと思います。行きましょう。すごいいっぱいあるよ。どうする？普段なんか使ってるものとかありますか？あ、シーマってウィンドウォッシャー液の他にユマクトリを入れる、タンクがついてるんですよ。今そこには何も入ってないんで、これ貼っていこうかな。ユマクトリこれ入れるとまた違う操作でこっちのユマクトリが出てくるので、これ買う。洗車グッズじゃないけど、クリアウォッシャー液とかそういうのでいいのかな。違うな、これはウォッシャー液だから。一応あれじゃないですか、この吹き上げの、あ、これタオルとか。へえ、驚異の吸水力だって。買ってみようか。これ絞らず仕上がるだって。すごいでっかいバスタオルみたいな。これもいいですね。はい、なんかいっぱいありすぎて、もう狭い方が良かったんじゃない？ちょっとさ、あ、ここら辺だ。水垢、撥水、シャンプー、ボディークリーナー。あ、本当だ。この辺りですね。でもちょっといっぱいありすぎてよかった。お店の人に聞いてみようかな。すいません。検査したいんですけど、これだけあるか。どれがオーソドックスなんですか？一番出てるのは、はい、これです。これが一番出てます。人気で。人気、はい。でも高いけどこれいいよっていうのは。そうなんですね。多分コーティングとかしてる車でも採用してるみたいな感じなので。ああ、なるほど。コーティングしてるから、はい、じゃあこれがいいかな。やっぱじゃあ人気のやつが、うん。ありがとうございます。すいません。カーシャンプー。クリーミーな泡立ち。コーティング車対応。全塗装色。じゃあこれにしましょう。あとあれか、あの泡、スポンジ、うん、あ、これ同じメーカーだ。でもだいぶ違いますね、これだって196円、これ430円。これうちのあの PB 商品になってる。これ安いよ。いいんじゃない、だって同じぐらいだし、しかも大きいから安い方でいきましょう。え、これで OK じゃない、もう他いらないよね。OK。 じゃあ一旦、はい、洗車グッズは、洗車グッズ終わりですね。はい、じゃあその他に何か気になるものあれば。あと、シートに今バスタオルかけてるんですけど、シートのカバーって今売ってないのかな。でもここなんか洋服とかもあるから、もしかしたらあるかもしれないので、それもちょっと探してみましょう。いや、なんかおしゃれなやつあるよ。これ何、こういうのカバーにしてもおしゃれじゃない。ブランケットだ。あ、でもタオル。カバー。ジョガードタオル。タオルだね。一緒だね。あ、ありましたよ。本格的なやつ。これ。こんなのあるんだ。でもこういうのをかけちゃうと、今のシートどうなのよって。いくら？ちょっと待って、もっと簡易的な、そう、タオルみたいなやつでもいいんだよな。もうマット、マットここだけだね。ちょっともうちょっとで行きましょうか。なんかああいうちゃんとオーダーして
カパってかぶせるやつしかないのかな。そうだよね。あとこれ小物だもんね。さっきのタオルでいい。ラグとかラグっていう。かわいくないこれ、なんかこの柄。結構惜しいんですよ。1万円とかするんだ。これ何いくら。1万6500円。びっくりな高さなんですけど。でもこれいいなと思ったの、このブルーのやつ。やっぱりブルー好き。ブルー好き。これシートにこうかければさ、うん、と思ったけど、これも意外と高い。いや今のバスタオルで白無地。あとシーマに確かにこのいきなり柄が乗るとまたちょっと違うね、イメージが、うん、可愛いけどね、キャンピングカーみたいなシートのはいいですあれは見ません、ドライブレコーダーは今後のために。あ、見てみる。それこそ高いんじゃん、うん、それはまあちょっと今買うっていうのはちょっと難しいかもしれないですけど、ね、ちょっと 見るだけでも。ここにあるのかな、旅と車。すいません、ドライブレコーダーってこのフロアで。あ、ありますよ。あ、ある。こちらの花丸さん、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、やっぱこういうのなの。3万円とかのもあるよ。3万8800円。そんなに高くないんだね今。やっぱりまあ締めなりには、うん、3万円ぐらいで買えるんだね。まあでもな、今30年いらなかったからいらないんじゃない。だってノートのも見れないんだよやっとこの間その点検の時に見方を教わったんですよ。アプリをまず携帯にダウンロードして、それでなんかマッチングさせて見るみたいな感じで。でもまずアプリ入れてくださいって言って、もうそのまま忘れて見方がわかんないのまだ。でもこういうね、その別でつけるタイプもあれば、こういうあのミラーになってる、ミラー型になってると、はいはい、つけるのも簡単そうですよね。デザインを邪魔せずにつけれるっていう、うん、まずレーラーで聞いてみます。今度1年点検あるので、なんかどういうのがいいのか。シーマって旧型で、あの時代まだ多分ドライブレコーダーなんてなかったから、どういうのが合うのかもちょっとよくわかんないから、相談してから買おうかな。すごく早かったね、だって洗車するときってそんなそのぐらいしかいらないもんね。いらっしゃいませ。さっきあのシャンプー買ったから水洗車にします。で、洗浄欄を押しスタートボタンを押してください。できますよ。スタート。1個しかできない。あと3個。
けるか。足りるか5分で。でも行けそうじゃない、なんか。なんかレースみたいですね、もう。レース。タイムトライアルになってる。水だけ出るとこないのかな。あそこ水蛇口があるじゃない。あ、本当だ。バケツ必要だったかもしれない。あ、確かに。じゃあさっきのスペシャルタオルで拭き上げていきましょう。今日一番高価だった。高価だったやつ。本当に1枚で拭けるのかな、これ。あ、意外とすごい。あ、すごいよこれ。吸収力抜群。すごい。いや、結構すごいな、これ。すごいね。熱くなってきた。すごい運動量。タオルが重くなってきた。でもなんか絞っても絞れなさそうな。吸収したらもう絞れないよ。あ、ちょっと出てきた。ダメ、これ 乾かすのすごい。大変そうですね。ね、時間かかりそう。せっかく歯ブラシも持ってきたから。ここも。あ、でも綺麗だな。前ね、真っ黒だったの。あ、ちょっと落ちてない。でもなんかこれ雨降れば。このままで良くない。ダメ。あ、拭けばいいんだね。前はね、ここ真っ黒だったんですよ。さすがに新しいホイールだから。そんな汚れてないね。穴が多いからさ、なかなか時間がかかるんですよ。よし、きれいきれい。これ自転車だな、多分。優雅の自転車がこっち側に入れてるから。でもあれですよ、家にあるコンパウンドでやったら絶対綺麗。すっごいギリギリに置くんだよね。1年点検前のいいね。え、だってあの、私本当夏に1回しか洗車してなくて、なんか汚れないからいいかと思って。そんな今日洗っても汚れてなかったし、ホイールぐらいかな、ちょっと汚かったね。あとはもうなんか全然綺麗。チャコに入れて除湿機かけとくと、雨降っても次の日も綺麗になってる。だから全然洗車してなかった。1年点検の時にまたコーティングとかするんでしたっけ。コーティングするんですけど、その前に多分洗車してしてもちゃんと向こうの人がやってくれて、それからコーティングをお願いしてます。1回前のプレ洗車みたいなことで、うん、そうですね。まだちょっと時間、1ヶ月ぐらいある。終わり。ピカピカです。あんま変わんないけど。終わりました。ウィンドウォッシャーと別に入れるあれがあるんですって。あ、どうぞ、中へ取ります。はい、こっちにマクトリーのタンクがあるんですよ。さすがですね。はい、なんでちょっとこれも入れとこうかなと思って。すごいピカピカ。はい、会社が近いんですか。いや、あの、会社近くはないですけど、仕事で今これから千葉の方行くので。あ、そうなんだ。ちょっと自分のあの買い物しようかなと思って。ああ、ここ広くていろいろ揃いますね。そうそうそう。これでもさ、なんかロートみたいのがないからさ、邪魔ってきそう。ロート僕積んでたかな。そんなの積んでる。そんなの持ち歩いてる人いる？普通。ね、ここの人かと思う。そうか。持ってらっしゃる。ええー。
普通じゃないけど、これ少し足しになりますかね。いやーありがとうございます。あ、行きました。行けます？ここでやります。ありがとうございます。まだです。マクトリと分かれてるんだ。はい、分かれてるんですよ。知りませんでした。ありがとうございます。助かりました。すごいドラえもんみたいな人が来た。何なの？エンジンオイルのやつ。そうそうそう、洗ってくださいね。そう、なんか多分缶から直接やるやつだと思う。あ、そうだ、うん。はい、はい、どうもありがとうございます。すいません、ありがとうございました。助かりました。お邪魔しました。ありがとうございました。すいません、ありがとうございました。よかった。どうと思ってる人がまさかのまさかいらっしゃったな。助かりました、ね、はい。今日はオートバックス東雲店 A ピットで、洗車グッズを買い、なんとレストア後2回目の洗車終わりました。あと思わぬいい人に巡り会えてよかったです。ロートジョーゴ持ってる人がいましたね。びっくりした。しかも銀座のあのショールームに飾ってあった時にこれを見に来てくれた人だったんで、ちょっと驚きましたね。やっぱり人気はすごいなと思って、シーマ人気。これからも大事に乗っていきます。では次は1年点検かな。シーマのファンの方、また見てください。